佐藤美希恵和子です。いらっしゃいませ。マシュボよ。これはですね、私がマルタという国に留学していた時の話なんですけど、私がねマルタに行ったのは、まあ、毎日海に入れるわけよ。で楽しく留学先のあの学校ね、語学学校にも毎日通って、でその後海に入ってっていう素晴らしい生活を毎日してたわけね。そんな中でね、まあ留学だからさ、いろんな人が来るわけよ。でもちろん日本からも同じような日本人のような人もいっぱいいて、その中でね、あのみんなでマルタの島があるんだけど、そこからねちょっと離れ小島みたいなところに行こうみたいになったの。離れ小島には船で行くんだけど、それで離れ小島に行こうってなって、みんなで明日ねみたいになって、イエーイみたいになって、集合みたいな。で次の日になりました。でみんな集合時間で場所行くじゃん。したね、一人来てないわけよ、あいつが。皆さん、お嬢、まあね、その名はお嬢って呼んでおきましょう、この場では。あの、そのお嬢は、もう本当にお家がね、お金持ちで、で、それでマルタに留学に来ていた子なんだけど、本当にね、あの、威張り散らかしてる子だったわけよ、そのお嬢が。で、そのお嬢は、え、私、あの、彼氏が、あの、恵比寿のバー経営してて、普通に彼氏もフランス人だし、で私、バイオリン習ってたし、みたいな感じの人なのね。うちめっちゃお嬢好きで、めっちゃ面白いからさ、いつもね、あお嬢だみたいな感じで遊んでたわけよ。そのね、またね、待ち合わせ場所にね、みんなね、友達集まってるの、一人だけそのお嬢だけ来ないわけよ。またあいつだよみたいになって、うちも鬼伝して、みんなで、わっみたいな、起きろみたいな。お嬢起きないわけよ。なんか電話出たのね。なのになんか、感じで、今日はみたいなこと言い出したから、いや今日はじゃねえよ来いみたいな、もうお前の船のチケットも取ってあるからみたいな、早く来いみたいな、もうチケット取ってあるのに来ないわけよ。もうそれ時点でお嬢なわけよ、来ねえから。日本ではね、もうお嬢だから血を生やされてたかもしれないけど、もうねマルタ関係ないから、もう国違えばどう、もうボコボコにしてやると思って、呼び出したらもうなんかみたいな、サングラスめっちゃでっかいサングラスつけて、それつきやがって、うち1時間待ってるわけよ、その時点で。で行こうみたいな感じ で行こうじゃねえんだ、お前待ってたんだよって話なんだけど、でみんなで船に乗るわけよ。でうちお嬢チームになっちゃって、お嬢と、まあ、その他の人と一緒にね、その船に乗ったわけ。でもさ、その船乗る時もさ、もうでっけえサングラスつけてさ、でもマジなんかあれるしなみたいな、もう最悪みたいな感じでさ、お前でもしたくせやってやれやと思って。なのになんか景色がね、だんだん離れ小島に行くにつれて景色がめっちゃ良くなってきて、海の下、あちょっとねミッキー写真撮ってとか言い出してさ、うちがはいとか言って、みたいな。さっきはねさ、あんだあれとか言ってくせにさ、綺麗な景色見た瞬間、で、はい、撮ったよみたいな、ありがとうって、またサングラスかけてさ、なんだこいつと思って。なんで離れ小島ついたのね。そしたらもうさ、そのお嬢がさ、めっちゃ人いる、なんかもう私こういうのちょっと無理やみたいな、熱いみたいなこと言うでした。うちのね、動画にも残ってるんだけど、わーすごいとか言って、その動画撮ったね、お嬢のさ、マジだる、最悪うるさい、どれって思いながら。そしたら、その離れ小島めっちゃ海綺麗なんだけど、それで海の向こう側になんか洞窟みたいなのがあったわけよ。でもめっちゃ遠いのね、その海が。海のほんと遥か向こうにその洞窟があって、でもそこにもね、人が何人かいたわけよ。で、あそこ行きたいみたいなみんなになって、お嬢がね、泳げない。もうその時点で面白いじゃん。なんでお前泳げないんだよと思って。じゃあなんでマルタ来た、マルタ海しかないのにさ、もう浅瀬しか行けないのさ、お嬢は。だから普通にマルタの海ってくっそ深いのに、うちらがわーって遊んでても、なんかお嬢は、え、ちょっと本当に怖いから私ここから見てるって言ってさ、お前なんで水着着てんだよっていう感じなの。でそのお嬢がね、え、私ちょっと行けるかわかんないとか言い出したの。そしたらそのなんか仲間の男の子がね、なんか細い浮き輪持ってたの、このなんかお長細い棒みたいな浮き輪持ってて、え、貸してあげるよみたいになって、お嬢がええやったみたいな感じで、ほんでその浮き輪をうちとそのお嬢を貸してもらったから、二人でね持ってたの、こう端と端をこうね、棒ね、こうやって持ってたの、二人で、私とお嬢で、もうその洞窟まで行こうってなったわけよ。で男の子たちはみんなえーみたいな感じでクロールで行っちゃって、でもねマジでクソ遠いんだよ、マジで遠い。長い棒を二人で、うちと端とお嬢を端と端で持って行こうみたいな感じで、バタ足でね、こうやってこうやってパタ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 みたいな感じでやってたわけよ。途中まで良かったんだよ。そしたらさ、ちょっと行ったところでね、お嬢が、うん、疲れたとか言ってね、バタ足サボるわけよ。え、どうなるかわかる？あのさ、こう長細い棒で、こうやってこうやって二人でね、進んでたの。だからさ、お嬢がサボるからさ、お嬢がサボったらどうなるかって言うとね、回転しちゃうわけよ。うちだけバタ足してるから、おわーってね、また U ターンみたいになるわけよ。だから、お頑張れよみたいな。日本で血を生やされるかもしれない。ここではお味許さねえぞと思って。で、やっとこさね、洞窟に着いたわけ。岩場みたいなところに。はぁみたいな感じで、もうやっと着いて、もう疲れすぎて、うちもう床に突っ伏してたわけよ、その岩場に。
マジで疲れたみたいな。もうお嬢もめちゃくちゃ疲れてて、お嬢なんか立って、なんかまあマジで疲れたみたいな言ってるね。そしたらなんか、って聞こえてきて、何の音だろうみたいな。時は遡り、あのお嬢ね、マルタで草とか生えてるじゃん、木とか。そのマルタとこうやって歩いてる時に、蜂がいるわけよ、たまに蜂が。ブーンって。本当にたまにだよ。花とかあるところにたまに蜂がブーンとかいたりすると、異常なぐらい怖がるわけよ、お嬢は。いやーって、蜂助けてみたいな。ちょっとあんた前行きなさいよみたいな感じで、めっちゃ怖がるわけよ、お嬢が。どうしたどうしたみたいな。大丈夫だよみたいな。そんな逃げたらダメだよみたいな感じでみんな言うんだけど、マジでクソ怖がるの。なんでかっていうと、お嬢ね、一回蜂に刺されてるんだって。一回蜂に刺されるとどうなるかっていうと、二回目以降はアナフィラキシーショックを起こす可能性があるわけ。死ぬわけ。で、それで、だからお嬢は、一回蜂に刺されてるから、もう蜂に対しての恐怖心がすごくて、ちょっとマジで守って私のこと、私二回刺されたら死ぬから蜂に、みたいな感じのことずっと言ってたの。で、みんなはいはい、みたいな感じだったんだけど、そのね、岩場に着いた時に、みたいな。なんか聞こえてきて、もううちこんなんだったんだけど、なんだろうみたいな感じでパッと言ったら、お嬢の、お嬢の頭の上を蜂が、飛んでるわけよ。やばいやばいってなったの。お嬢死ぬと思って、おって言おうと思ったんだけど、それまでだよ。ずっとさ、もうマジでさ、私さ、恵比寿のバー、経営してる彼氏と付き合ってるから。あんなにね、湯に散らかして、しかもめっちゃ問題児で、お嬢は。その寮にいたんだけど、語学学校だから寮があるんだけど、その寮にいた時もう何回もトラブル起こして、私こんなに部屋住めないとか言って、何回も部屋変わったりしてね、もうお前、トラブルメーカーの問題児。そんなね、日々湯に散らかして、もうなんか、はいはい、みたいな、今日も遅刻しても謝んなかったような、やつが、やつの上がね、蜂がいるわけよ。あと2秒ぐらいでそいつが死ぬと思ったらね、面白すぎて、早く言わなきゃいけないんだよ。お嬢そんな威張り散らかしてる人が今目の前に死ぬと思ったら面白すぎて、おじょおじょ、もう私が笑ってる間にももう今にもね蜂着陸態勢入ってるけど、みたいな。もう今にもね、しかも頭の上刺そうとしてるの。頭なんてもう刺された一瞬で終わるやん。おじょとか言って、うちが言ってる間もずっと文句言ってるの。おじょ海に向かって、二度と来ないわ、マジ最悪。もう超疲れたし、もう何、もうこんな岩場のとこさ、来たくなかったってずっと負けてたけど、もう今もう上にね蜂が、面白すぎて、やばい、この人うちが今声かけなかったら死ぬと思って。で、どんだけ大変なことが分かる。アナフィラキシーショック起こすかどうなのかっていうと、即病院に連れてって注射かなんか処置しないと無事死んじゃうわけよ。みんなもう一回よく思い出してね、私はマルタっていう異国の地に留学してるわけよね、お嬢と私は。で、プラスしてそのマルタから遠く離れた離れ小島の、またその離れ小島の洞窟にいるわけ今。だからね、そんなところで蜂刺されてね、救急車とか来ないから、そんなところまで。で、来る間にはもうお嬢死んでるわけよ。もういろいろ考えて、マジパニックっちゃって、私も、お嬢お嬢死ぬ、お嬢死ぬと思って。でも、もう笑いが、あんなに威張ってた人が、もう頭の上に蜂いると思ったら、もう笑い止まらなくなっちゃって。でも、やっとる思いで、うちも、お嬢お嬢って言ったら、お嬢が、え、何みたいなこと言ってくる。頭にみたいな。何、頭みたいな言って。頭に蜂いる言ったら、お嬢が、みたいになって、頭上に見上げたら、ここに蜂いるわけよ。この距離でね。わーみたいになって、もう大パニック。マジで岩場を、マジ、わーみたいな感じで、走り回ってんだけど、あんなに蜂って人に執着するのかなっていうぐらい、ずっとお嬢を追いかけてるの、その蜂。もうどうすることもできないから、お嬢よりによってビキニだからね、お嬢。もう全身無防備。どこも刺してちょうだい状態。マジ、お嬢死ぬほど走り回って、その岩場を。マジで、そんな威張り散らかしサングラスしてた人が、マジボロボロになって帰ってきて、みたいな。マジ死ぬかと思ったみたいな感じになってて、あ、もうこれで改心したかな、と思って。マジで、本当に人って、そうやって目の前で人が死ぬ状況になったら、もうこんなに声出ないんだっていう声出なくて、この事件はうちとお嬢しか知らないの。なんでかっていうと、そんな僻地の岩場で誰もいないから。思い出してもやばい、本当にマジで。お嬢何してんだろ今、マジで。本当に、でも、一つ言ってほしいのは、うち命の恩人だと思ってほしい。これだけは。うちのさじ加減で、むしろお嬢を生かしたようなもんだから。うちがそこでお嬢を、おって言わなかったら、お嬢死んでたからね、マジで。マジでさ。
本当になんか今思い出しても感動する。人ってこういうことになるんだと思って、知らないところで死んじゃうんだと思って。蜂2回刺されて死ぬからね、危ないから。みんなもうすでに1回刺されてる人リーチかかってるよ。おじおも今頃なんか東京に帰って、もうね日本にね帰ってきてると思うけど、今頃もね蜂からね避けてる生活をしてるんだろうなと思って、強く生きてほしい。でもこれで多分改心したと思う、心は。それ以来ね、あのマルタでね威張り散らかしてなかったもんね、それ事件以来ということで、私がおじお一人を改心させたっていうお話でした。じゃあ、ね、チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。